全体にストレートアイロンを入れてスリークな質感にしていきます。イデアルシリーズのミエルオイルクリームを全体になじませていきます。最後にコームを通します。手に余ったものを前髪に内側からつけてコンで溶かし、さらに指でつまんで束感を出していきます。ガーデンおもち参道の中村瑛太です。今回は透明感を引き出すシンプルなスリークボブを提案しました。